こんにちは、ダイレクトラインスタジオの広島です。今回は畑基博さんの僕らをつなぐもの、こちらのイントロパターンを紹介していきたいと思います。ぜひ一緒に演奏してみましょう。それではやっていきましょう。まずこの楽曲はカポを2カポにセットしてやっていきます。2カポにセットした状態でまず最初のコードは D コード、4弦開放、そして3弦2フレット人差し指、そして薬指で2弦3フレット、そして中指では1弦の2フレット、このように押さえてください。そして右手では親指を4弦、そして人差し指、中指、薬指、これを3弦、2弦、1弦、このようにセットしておいてください。このようにセットした状態で4弦と2弦と1弦を一緒に弾きます。そして次は3弦、そして2弦、そしてまた3弦。これをリズムは8分のタイミングで入れていきます。 1 and 2 and となります。そして次はコードが D から D7 に変わります。 D7 コードというのは先ほどの D コードの2弦の3フレット、これが2弦の1フレットになった状態です。このように押さえた状態で右手は先ほどと同じ、4弦と2弦と1弦一緒、そして次は3弦また2弦1弦という流れになります。これが最初の1小節目の流れとなります。ゆっくりとつなげてやりましょう。という流れになります。そして次の2小節目の流れですね、という流れになります。ここはまず G のアドナイス、押さえ方は6弦の3フレット薬指、そして中指で3弦の2フレット、そして2弦の3フレット、これを小指で押さえてください。そして右手のポジションですが親指を6弦に置いてください。そして人差し指、中指、これを3弦2弦にセットして親指で6弦と4弦両方担当しましょう。この状態でまず6弦、そして4弦、これも親指、そして次は3弦2弦同時、人差し指、中指ですね、そしてまた4弦、これが8分のタイミングで1 and 2 and となります。そして次は F シャープセブンスから F シャープセブンスのフラットサーティンスという流れになります。コードの押さえ方ですが、まず親指で6弦の2フレット、このように押さえてください。そして人差し指で4弦の2フレット、そして薬指では3弦の3フレット、中指では2弦の2フレット、このように押さえてください。右手の担当は先ほどと同じです。まずは6弦と3弦2弦これを同時に弾いて、そして次は4弦、そして次にですねフラットサーティンスと、このフラットサーティンスというのはこのF シャープセブンスに小指で2弦の3フレット、これを足した状態、これがフラットサーティンスというテンションになります。この状態で3弦と2弦を同時に弾いて、そして次は親指で5弦の開放、この流れが3 and 4 and というパターンになってきます。2小節目の G のアドナインスからつなげてゆっくりとやってみます。という流れになります。それでは1小節目から2小節目までつなげてゆっくりとやってみましょう。という流れになります。そして3小節目は B マイナーコードという流れになります。まず押さえ方ですが、5弦から1弦までの2フレットを人差し指で制覇してください。そして薬指で4弦の4フレット、小指では3弦の4フレット、そして中指で2弦の3フレット。このように押さえてください。そして右手ですが、親指で5弦と4弦を担当します。そして人差し指、中指、薬指、これは3弦、2弦、1弦にセットしてください。この状態で5弦、4弦、そして3弦、そして2弦と1弦同時、そして次は4弦、3弦、4弦となります。これのリズムが
1 and 2 and 3 and 4 and となります。もう一度やってみましょう。1 and 2 and 3 and 4 and となります。それでは1小節目から3小節目までをつなげてやってみましょう。となります。そして最後 E7 のところですね。ここをやってみましょう。コードの押さえ方ですが、まずは人差し指で3弦の1フレット、そして薬指もしくは中指どちらでも構いませんが1弦の2フレット、これを押さえてください。この状態で右手は親指で6弦と4弦を担当します。そして人差し指、中指、薬指、これを3、2、1にセットしてください。この状態でまず6弦、4弦、そして3弦、そしたら次は2弦と1弦を同時このように鳴らします。そしたらこの1弦の2フレット、これをプリング、プリングというのは右手を使わずに左手だけで引っ掛けて音を出すテクニックになります。流れでいくとという風になります。ですのでちょっと引っ掛けて引っ張って下に下ろすようなイメージをやると分かりやすいと思います。流れでいくと1 and 2 and 3 and 4 and となります。これでイントロの全体の流れができるようになりました。それではまずゆっくりと1小節目からつなげてやってみましょう。となります。慣れてきたらテンポを上げましょう。となります。このイントロパターンが弾けるようになると、さあ A メロを歌おうという気持ちになりますよね。まずはここまでしっかりと演奏してみてください。それでは失礼します。